こういうやつ使っても全然いいんです。リンゴの量は大体で1キロ約3個ぐらいでいいと思います。およそ 1.8 キロ。レモンジュース付けます。すごいね。下から上、下から上、混ぜていきます。これが今煮込み始めてから約25分から30分ぐらい経った後の状態です。どっかで売ってる商品みたい。おお、これは成功だ。割とね。コーティングフライパン。メインはあのアップル。いただきます。
これは。うまい。心許せない。で、普通の乗せただけのやつ。まあ俺断然こっちの方がいいわ。少し程よい感じになっていいんだけど。冷蔵庫にずっと入ってる。皿ごと持ってったら、うん、なんとかいけそう。早くなくなるね。全部一口を目指す。こっちの方は練乳あり。ほんと、うん、これシナモンかけたら超うまい。リンゴとシナモンは抜群だからね。多分牛乳が入ってるからだと思う。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。俺おっさんだからさ、やっぱしょっぱいものがこの後には食べたくなる。なるね。